こんにちは、まさに6494です。今回はですね、ドラゴンボールレジェンズといったですね、アプリを、まあ、昨日から始めましたという動画です。で、なんだろう、攻略サイトとか基本的に見ないようにしていこうかなと思います。で、右上に見える石みたいなやつでガチャとか引けるんですけど、できるだけガチャをしないで手に入れたキャラクターでクリアしていこうと思っています。これって1万以上いくのかな？とりあえず4274溜まってるんですけど、まあ、1万以上いかなかったりとかしたら、まあ、ガチャ引くかもしれないですけど、まあ、できるだけ自分の、技術というかそういったところですね、まあ、あと組み合わせとかで勝負というかしていきたいかなと思います。ガチャとかやっちゃうとね、なんかそのキャラクター当てないと嫌だみたいな感じで課金とかそういったことになってしまうので、まあそれはしないように。まあむしろそっちの方が面白いのかなと思って。まあそんな感じでやっていきたいかなと思います。でですね、どうしようか。まあとりあえずキャラクターとか見ようか。今現在何持ってるかみたいな。キャラクターとりあえず今リスト、あ、リストじゃねえか、持ってるのは上に出るか。この8人は所持しています。左上が、キャラクター主人公で、2番目この悟空はガチャで出たやつの孫悟空で、このキャラクターはなんかクリアしたら配布されるみたいなキャラクターで手に入れました。多分みんな持ってんのかな。で、このキャラは、レアメダルかなんかで取りました。で、このキャラクターのレア度が、どれだっけ、あ、ヒーローなんだこれ、そういう意味のあれ。3段階やってどっかで見れるはず。その他レア度ってなんかないな。クラス、あ、違う。まあ、皆さんご存知だと思うんだけど、3つあるんだよね。で、スパーキングが一番レア度が高いキャラクターなので、もしスパーキングが当たったら、まあ、そのキャラクターをメインで使っていこうかなってすごい思っています。はい。で、どんどん成長させていくと。ということで、ソウルブーストか。ソウルブーストで、まあ、大体最初のキャラクターってレベル300がマックスなんだけど、ソウルブーストを使うことによって、レベルが600が上限になったりっていうことになっていくといった形ですね。で、今、上限上げたのが、上の主人公と2番目の赤い属性のスーパーサイジの悟空は上げました。で、属性の得意属性、不得意属性みたいのがあって、まあ、その組み合わせによって有利に戦いが、有利に戦いを迎えられるといったですね、そういったこととかもあるので、まあ、大体一つの属性を属性染めにできる6体とか、揃えていくっていうイメージでこれからやっていきたいかなと思ってます。まあそんな感じかな。で、まあ、大体 Z レベルどれぐらいのあれでやろうかなと思ってて、10単位でいこうかちょっと迷ったりするんですけど、東急ハンズめっちゃ来てんな
うん、そんな感じです。30、40みたいな区切りで、まあ動画出そうかなと。まああとイベントとかですね、そういったところを動画として上げていこうかなと思っております。で、まあ対戦してるときにダベるかダベらないかっていうと、ダベらなくなると思います。おそらくなんかダベりながらやると負けそうになってしまうので、今のところの状態だと。まあそこはちょっとごめんなさいといったところで、PVPD。これでレーティングマッチとかあるんですけど、まだやれないので、実力的に。もうちょっと慣れてきたら、まあこちらもやりたいかなと思ってます。はい。そんな感じですね。ということで、これからドラゴンボールのドラゴンボールレジェンズをやっていきたいかなと思います。まあやってて結構面白かったので、まあ続けていくかなっていう感じでやっていきたいかなと思います。まあもしよろしければいろいろと教えていただけると嬉しいです。コメントで。はい。ということでですね、今回はドラゴンボールレジェンズのドラゴンボールレジェンズ始めました的な動画でした。では。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。